めちゃめちゃ髪の毛を切ったんですよ。そう、めちゃめちゃ髪の毛切ったので、あーやべ、切りすぎたって思って、そうそう、いつものテンションで切っちゃったね、切りすぎたかなと思ったんだけど、ちょっと巻いたりとかしたら、なんとか衣装に合う髪の毛になったからよかった。そう、めっちゃ痒い足が。お風呂に入りたいんですけど、ちょっとね、ショールーム、こちらのショールームとですね、ファンクラブのファニコンというものがですね、ちょっと今日はまだあるので、ならばやっていきたいと思います。ちょっとネイル聞いてもらっていいですか。ちょっと昨日の夜中にわざわざネイルをして、明日ネイルするからよろしくみたいなこと言って、ネイル見てねとか言ったのに、ちょっと見てください、ないんですよネイルが。なんでかっていうと、楽屋入りして30分ぐらいで、この5本中3本ぐらいガッサー取れてたんですよ。でこうピリピリって剥がすタイプだったから、でも 2,3 日取れないのよ普通私のやつは。でもうなんか、え、どこ行ったみたいな、はっ、もう放心状態で、も嘘じゃんと思って全部剥がしました。悲しい、せっかくやったのに苦手なネイルを。めっかなくなっちゃったよネイル。花リコーダーがあんなに活躍してるなんて、いやってそうですよね。なんか私もびっくりしたんですよ。なんか今日花リコーダーが曲中に入ってる曲が全部やったんですよ。今3曲入ってるんですけど、3曲ともやったらもう私もう歌ってるよりリコーダーの方が吹いてる時間の方が長いんじゃないかと思いました。それくらい吹いてた気がします。そして細チンさんが9枚くれました。あら、ありがとうございます。細チンさん見てる、どうだった、どうだったって、どうだった、どうだった。まあ今日はねって思います。まあ何よりも今私が喋りたいなと思うのは、自分が作曲させていただいた曲についてかな。簡単にだけどそう言うと、まあ私がはしゃぎすぎていっぱいバーって作ったのを西友さんが軽くっていうか、まあ、修正してくださって、共作という形でこうね届くことができて本当に良かったです。花リコーダーについて言うと、もう西友さんがやっぱこうニキちゃんワンダーランドって言ってるんだから、もうリコーダー入れないよみたいなこと言ってくださって、おー本当ですかって言って出来上がったのがあれ。そう後ろ向いて吹いてるっていう設定なので、隠れて吹いてて、前向いて、あ、お前吹いてたんかーいっていうのがた、あの狙いみたい。あの振り付けは竹中先生がねつけてくださったんですけど、そういう狙いがいっぱい込められていたり、ちょっと最初からふざけたかったっていう感じですね。だからソロパートよりも全然リコーダー吹いてるパートの方が長いっていうね、後ろでずっと吹いてたっていうね、うん、おじさみリコーダーだけ見えてるの。竹中先生はね本当天才なんだよ、ね、じゃあちょっとふざけたいですって言ったらちゃんと面白くしてくれるし。そう、いやありがとうございますです。後ろ向いて、まあ、ほうちゃんをとにかくてか、あの子ほうちゃんがいるから私はああいう曲を書けるんですよね。本当思う、いつも本当に思う。あ、どんなに難しそうなパートがあっても、あ、ほうちゃんが歌ってくれるであろうみたいな感じで行ってみようって思っちゃうんですよね、いつも、うん、あら本当にほうちゃんありがとうみたいなところがありますし、でも何よりもメンバーに恵まれてるってしょうがない。私は多分私ってこうプロの作曲家さんでもないと思うんですよ。さあ、あのもう本当に
私はアイドルであって、こうなかなかこう、ね、勉強不足なところもあるから、きっと歌い手さんのことを考え作ってるつもりではいるんだけど、やっぱこう勉強不足で絶対歌いにくかったりとか、ちょっと大変だなって思うところがある。そうってもうよく言われるんだけど、独特だって言われるんですよ、私の曲は。配列っていうの、それ多分無知だからっていうのが一番あって、あのメンバーには苦労かけてしまっているんですけど、あの子たちはもう無理でもめちゃめちゃ練習してちゃんとやこう仕上げてくれるというか、なんて言うんですか、もう本当よろしくって言ったら OK って言って歌ってくれるのが人気なの。だから本当にありがとう、頭上がらないです。そうね、自分も歌うみたいなのか。そうですね、意外だったんじゃないですか。あ、カジ今回の曲はまだ聴いてない方もいると思うんですけど、なんていうのかな、うん、今まで2期っていろんな曲に挑戦してきたので、かっこいい曲、かわいい曲、歌う曲っていうのがあったんだけど、なんかこうそれって技術とかがきっとこう頑張って積み重ねて曲が作り上げていくものだと思って、どのみちハッピーってハッピーを届けるだったりとか、こう元気を届けるだったり、まあ、一人一人のハート作ったりとかも言ってたけど、こうなんだろう、8人がここがハッピー届けるっていうのが私のメインだったんですよ。メインっていうか私の思いだったんですけど、今回はメンバーが元気になる曲がいいなって思ったんですよ、うん、あとはメンバーが元気だからファンの人も楽しくなるみたいな方面にしてみようかな。だからハッピーイコール楽しいになるけど、なんていうのかな、ハッピーが生まれて楽しいになるじゃん。なんていうの、ハッピーって嬉しいとかもなるじゃん。だからそういうのじゃなくて、なんか楽しいとか、なんかそういううおっていう感情がになれる曲って2期、あ、もう1個すごいおーおーおおみたいななれる曲があったらいいなと思って作ってましたそうそうそう、いや腹筋情報ね、そう、私ショールームでいっぱい腹筋してたんですけど、まあまさかのお腹が出なかったっていうね、衣装のね、そういうのもありましたけど、なってたらいいなって思います。あ、腹筋じゃないよあの曲かな、うん、で思いましたって感じ。そう、ちょっと今日披露したてだからさ、言葉がまとまってなくてごめんなさいね。うん、サビは久しぶりやすくて予想以上に乗りが良かった。 A メロ歌うの難しそう。いや本当だよね、私サビから作る人なんですよ、なんか、うん、そうだからサビはね、まあ心がけるのよ。サビってこう、まあ、私が今まで作ってきた曲はサビが頭に残ればいいなっていう思いがあって作ってるから、自分が忘れちゃう曲、自分が延々と覚えてられるフレーズを作れるまではサビとして認定しないっていう、そういう感じに思ってます。だからそれが生まれるのがもう本当に時間がかかっちゃうんですけど、あれは覚えあれはだから自分が覚えられないんだったらもうみんなが覚えられるわけないでしょって思ってるので、すごい長かったです、道のりが
そこだけは、まあ、ちょっとでもみんなが覚えやすかったらいいなとかみんなが作ってました。お腹の布引きちぎりましょう。お腹ね、あんまり出なかったからね、腹筋割れてたかどうかもあんま分かんなかったから、もう私油断していいのかな。あ、みちともさんだ。みちともさん、ありがとうございました。歌人のしっちゃかめっちゃかの曲をみちともさんがこうまとまりよくしてくださったので、うん、本当にありがとうございます。一心です、本当にありがとうございます。みちともさんのおかげでもうなんとかなりました。ミストさんのおかげですよ、これ。皆さん、ひっちゃかめっちゃかだったと思います。私も頭のぐっちゃぐちゃ煮詰まり火事みたいになってたね、本当に。まだまだ勉強不足なので、これからも勉強していきましょう。作るのであれば自分がね。衣装についてのコメントがめちゃめちゃ多くて嬉しいです。衣装、帽子か、やっぱり帽子、帽子ちっちゃかったね。どうだったんだろう。今回まだ夜の部の衣装しかツイッターに載っけられてないんだけど、お昼でバタついてて撮れなかったの、あのここら辺まで自撮りしかできなかったから、ちょっと明日撮るねっていう感じ。あ、明日とか言っちゃった。うん、なんもないよって言っちゃった。明日ってあの帽子を投げるんだなって。待って、投げられないよあれ。投げたら私髪の毛全部いってしまう。見たかったなーだって。ぜひ見に来てや、またやれるように頑張るぞ。そうだ、あと配信もね、アーカイブもあるし、ま、たそうやって言ってくるのが嬉しいよ。うん、じゃあまた見に来て、またね、見に来てもらえるように頑張ろうって思うんだ。昼夜で一逆。おお、そうそう、実は逆でした。気づいた。なんかね、右の方がいいみたい、落ちないみたい。右の方が落ちないらしいってことに気づきました。お、15分だった。じゃあこの後にファニコンがありましてですね、そう、ファニコンの配信に行かなきゃいけないっていうね。あ、みちともさん、かしまさんです。みちともさん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。左右で落ちる落ちないあるんかって、なんか帽子の裏にピンがくっついてて、なんかそのピンがこう入った方がいいみたい、こう入れてたんだけどこう入った方がいいっていうのがあるみたいで、なるほどって。こう今日さ、そのあの帽子の裏話すると、今日くれたんだよあの帽子、これかぶってくださいみたいなこと言われて、あってなって、そうそう、だから試行錯誤なんですよ。な、いい花だって。確かにいい花の日だ。すごい。帽子からじゃなくリコーダー出すと言ったらなかなか出さなくてショックで今日寝れなそうです。なんかあの帽子、ちっちゃい帽子をポンってやったらポップアップみたいにリコーダーが出るっていう、そういう話になってたんですよ。出るわけない。出るわけない。
衣装合わせでは帽子がなかった、なかったの。そう、衣装合わせの時はね、まあ、帽子がなかったので、どんな帽子が来るのか私はもう本当に知らなくて、当日帽子あると思いますみたいなこと言われてるくらいだったの。そうだから、どうなんだろうなみたいなくらいしか思ってなかったんだけど、まさかあんな素敵なのが来ると思ってなくてさ、小さい帽子入れて、その小さい帽子ポシュってやったらピョンってリコーダーが出てくるっていうシステムなんじゃないっていう話が出ました。そんなわけあるかいなでもいつかできたらいいけどね。ポップアップ、ポップアップ、特技マジックじゃなかった、そう初期ね、初期ね、あのデビューする前ね、とそうって言ってましたよ、言ってた言った、本当ですよって言ってカジシマジックですよ。いや、マジックできるようになりたいんだよね。マジックはね、好きだからできるようになりたいんですけど、そうそうそう、帽子につけますかだって、あ、やっぱり時間になっちゃうか。1位ホソチン、ツンツンツン、ちょっと雲をねいただいたので、ね、なんか名前を筆ペンで書きます。ごめんね、これしか今なんか何もない。あ、明日夜配信になりそうだな、どうかな、多分夜だと思うけど、はーい、完成、ありがとう。最近ベロ出しちゃうんだよね、なんかあららら、明日は朝7時半リモート会議があります、カジシマの、したら向かいます、クロフェスに、してトークに出させていただきます、アミちゃんと2人で。そっからライブ、ちょっとライブやばいっすよ、曲よろしくね、みんなクロフェス見てね、配信もあるからよろしくね、楽しみだね、ありがとうみんな。この後ファニコンあるのでよかったらご覧ください。それではお手拝借、お手拝借だ、せーの、以上です、ありがとうございます、 Thank you、 バイバイ。眠いぞ、頑張れ自分。Mm-hmm.